お待たせいたしました。それでは橋本市長の退任会見を開始させていただきます。市長よろしくお願いします。はい、退任会見なんですが、ちょっと 2,3、メディアに対しても文句を言いたいところもあるので、ちょっと 2,3、言わさせてもらいます。まずですね、中漏位命令の受け入れに関して、ちょっと報道内容について不満があります。組合の事務所の退去に関する、問題なんですけれども、あれは平成24年度分については、僕の判断がちょっと拙速すぎたということで、不当労働行為の認定を受け、司法でも違法認定を受けましたが、25年、26年、25年度以降はですね、条例に基づいて、きちっと退去、お願いしたといいますか、処分をしなかった、使用許可をしなかったというところは、司法判断でもこれは適法だと、24年、25年は適法だということが、まだ司法判断でも認められているところであり、もちろんこれは組合側が最高裁で争っていますが、中漏位の方も25年、26年はですね、不当労働行為と認定していませんので、これはきちっと不当労働行為として認定された年度をですね、はっきり明示してもらいたいと思っています。これはきちっと皆さんに文書を送付しました。そして労使関係についてなんですが、アンケート調査における損害賠償請求訴訟については、これは上告をしないということを決定しました。これは損害賠償請求、きちっと受け入れるということにしましたので、基本的には僕の任期中に認めるものはすべて認めて、確か先日も議会で案件出してますが、国家の斉唱条例ですね、あれに関してのその中漏位の審査についてもですね、和解を受け入れましたので、認めるものはすべて認めたのかなと思ってます。司法判断に継続しているのが、組合の方がまだ上告ですかしている、事務所の明け渡しの問題と、あと何でしたっけね、あとは、こちらが勝ったやつですけども、相手方がまだ上訴している、入れ墨調査のやつでしたっけね、入れ墨調査かな、いくつかちょっと残っているのがありますけれども、基本的には、ほぼ解決したのかなと思っております。それから、なにわの芸術応援募金についても、文化についていろいろ振り返りで、メディアが検証してもらっていることはありがたいことなんですが、一点どうしても言いたいことはですね、文化を守るっていうのは当たり前のことで、そんなの100も承知です。僕の問題提起は、じゃあその守るべき文化っていうのは誰が決めるんだと、非常にプロセスが曖昧で、一体これ誰が決めてんだというところが不明確、そしてそういう状況でありながらですね、文化予算と称して、年間億単位のお金が毎年特定のところにだけ流れていると。これ読売新聞の検証かな、どこの検証でもそうですけども、文化予算が減ったって言うんですけど、なんで普段予算の話になったら中身が重要だっていうことをみんなメディアは言うのに、この文化予算になったら額ばっかりを言うのかがさっぱりわからないですね。文化予算が減ったっていうことで、文化が何か、文化を僕が軽視しているような、そういう検証の仕方になってますけど、普段は国の予算についてだって、自治体の予算についてだって、額じゃなくて中身じゃないかっていうことをみんな普段は言ってるのにね、なんで文化予算になれば中身を検証しないのかがさっぱり分かりません。今までの文化行政の問題点は、文化を守れなんていうのはもうこんな誰でも言えるんです。コメンテーターなんか、そんないい格好するコメンテーターなんて、そんなもうこんな当たり前のことなんですけどね、文化を守れって。じゃあ守るべき文化は何で、そこにいくらのお金を出すべきなのか、そしてそのプロセス、それはどうなのかというところを僕は一番問題意識を持っておりましてね、そういう意味で今回アーツカウンシルというところで、しっかり評価をしてもらうチャンスはみんな平等に、そしてこの行政のですね、ある意味行政職員、文化について別に専門家なんて大阪府庁にも大阪市役所にもいないわけですよ。で、文化担当の職員なんていうのも前職見たらですね、通常の行政職をやってるわけです。それが急に文化に来て、じゃあこれを守るべき文化でこれぐらいの予算をつけていきましょうなんて判断できるわけないんで、そういう意味で専門家のアーツカウンシルってものを設けてですね、
やっぱりこれは税で、しかもこれは税で守っていくことを中心にするんじゃなくて、寄付でね守っていくっていうのが本来の、文化を守っていくあり方です。これも世界の潮流です、寄付で守っていくというのは。でただ寄付といっても単にお金持ちからの寄付じゃなくてですね、余裕のある人からの寄付じゃなくて、僕が今回挑戦したのは役所に税金を払うぐらいだったら文化の方にお金を回したいという、そういう国民の皆さんたくさんいらっしゃると思うので、余ったお金から余裕のあるお金から寄付をしてくださいということじゃなくて、税金を払うか文化に寄付をするか、この選択ができるっていう新しいその制度を作ったのが大阪のなにわの芸術応援、募金制度でありましてね、この、きちっとどういう文化を守っていくのか、いくらのお金をつけていくのか、それを第三者的に専門的に評価する機関を作って、そして行政が、しかも行政職員が守るべき文化やその額を決めるんじゃなくて、ある意味その文化を支えていく主体はですね、国民自身なわけですから、そういう人たちにお金の面で支えてもらう、しかもそれは余裕のある国民の皆さんからだけじゃなくてですね、役所に税金を納めるぐらいだったら、こんな役所に無駄遣いされるぐらいだったら文化の方にお金を回したいという人にですね、寄付に応じてもらうという、そういう制度を作ったのがなにわの芸術応援募金制度でありまして、そういうことについてちょっと検証が足りないなと。文化行政については額ばっかりが問題になって、その予算の中身についてどこもしっかりと検証してきていない。そんなもんワッハ上方なんていうところに4億円も5億円も毎年使ってたなんていうことを検証している報道が一切なかったんでね、もう今はもうなくなりましたからね、ワッハ上方、あんだけ大騒ぎして年間4億も5億も使っていたことに関して、それがいいのかどうなのか、それだったら他の文化の方に回しゃいいのにね、誰もそういうところをしっかり検証していないということはメディアの検証能力のなさだなと僕は思っています。それからサンフランシスコ市長宛ての公開書簡送付についてもそうなんですが、これもいろいろ僕の不正姿勢について検証してもらっているところありがたいんですが、この慰安婦発言についてもまだ毎日新聞も読売もそうかな、とにかくこの発言で、全て維新の会を失速したとかそういうこと言ってますけど、はっきり言いますけど、あの発言があったから朝日新聞、あの誤報取り消しやったんですからね、誰もそこまで本気になって問題提起をしたりとか、何が問題点なのかということを言わずにですね、ちょろ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 いろんなところで、ちっちゃくこう主張していたやつをですね、ああいう形で問題提起して河野談話っていうものも問題じゃないかということも言い出して、産経新聞はその直後、ちょっと腰が引けたところありましたけども、その後産経新聞が本当に頑張ってくれて、最後朝日新聞の吉田証言のその取り消しに至ったということになります。それで僕は 何を問題してるかというと、いや別にあの発言ああいうふうに書いてもらっていいんですけども、河野談話の話なんか何も書いていないしね、そして何が問題なのかというと、こういうこともぜひね日本国民の皆さんには知ってもらいたいのが、今回サンフランシスコ市、大阪市との姉妹都市ですけども、そこの教育委員会の方がこんな決議をやってます。女性の人権の問題、そういうものをこう子どもたちに学ばせるのにあたってですね、日本の慰安婦だけを取り上げてですね、日本の慰安婦問題だけを取り上げて、それを教材にして、これからサンフランシスコ市は教育をやっていくっていうんですよ。本当にこんなことでいいんですかってことですよ。だから僕は慰安婦問題、これは正当化はしませんけどもね、当時必要だった、世界各国が必要だったっていうことをね、しっかりとこれは日本だけじゃなくて、世界各国で必要だった、必要としていたっていうことをさ、アメリカに対してだって言っていかないとですね、これ日本だけの問題として矮小化されて、日本だけの問題と矮小化されてですね、そしてこれもういよいよこういうサンフランシスコ市とかそういうところでね、日本だけ、旧日本軍の行為だけを取り上げて教育が始まっていくと、本当に残念だなと思いますね。これは人権問題としてきちっと世界各国で考えていかなきゃいけないし、今の価値観でこれは正当化なんていうことは絶対できないし、やはりそこで、苦痛を味わった女性の方々に対して、我々は思いを馳せてですね、
二度とこういうことがないようにしっかりと、まあ、政治でもメディアでもそうですけども、まあ、国民自体がそういう思いを決意していかなければいけないっていう、まあ、これは当たり前のことですけどもね、日本の問題とだけ日本の問題としてだけ矮小化されてですね、これアメリカでも同じようなことをいくらでもやってたのにね、でそれを日本の問題にすり替えてですね、そしてサンフランシスコ市で教材を使って教育をこれからし始めていくと、本当に非常に残念で、こういうところはしっかりとやっぱり声を上げていかなきゃいけない、まあ、そういう意味で、僕は問題提起をしたつもりでありまして、まあ、朝日新聞が吉田証言の記事については取り消しに至ったということとですね、この慰安婦という問題についても多くの国民の皆さんが、まあ、これまではメディアに出てくる自称インテリがこの問題を取り上げるとですね、とにかくもう全部蓋をしてしまうというそういう状況の中で、もう今徐々にやっぱり慰安婦問題についてはいろいろ考えるところはあるんだなと、決して正当化はできないけれども、当時やはり戦時においてですね、これは世界各国が必要としていたから戦場における女性の人権問題というものがずっとこれ解決されずに未だに続いているわけですよ。そういうところをね、やっぱり正していくためにも、この問題というものは日本の問題として矮小化させずに、世界各国の普遍的な人権問題としてきっちりと取り組むべきということは、日本国としても世界各国に向けて発信していかないと、とんでもないこれ教育がこれから世界で行われていく、もう外交戦争になればですね、歴史戦争になれば、中国の力なんていうのはもう凄まじく強いんですから、ほっといたらこれ日本の問題だけとしてですね、いろんなところで本当に教材教科書になって、これが教育されていく、僕は有意識問題、有意識事態だというふうに思っております。以上です。それでは質問を受けします。ご指名させていただいていますので、社名氏名を名乗っていただいた上でお願いします。ではまずはじめ、幹事社の毎日新聞さん。毎日新聞の平川です。はい、幹事社として2点質問いたします。市長退任にあたってのですね、率直なご感想と、もう1点は、市政運営4年間託された市民へのメッセージを一つお願いします。いや、まずは市民の皆さんには住民投票をはじめですね、その他の選挙を通じて、非常に重要な判断を下していただいたことには本当に感謝をしますし、それから僕からの問題提起というものは市民の皆さんに、まあ、負担を負ってもらう、ある意味我慢をしてもらうというところもたくさんありましたので、まあ、そういうところについて、ご負担、まあ、ご迷惑、ご苦労をおかけしたというところは申し訳ないと思っていますが、まあ、それでも市民やまた府民の皆さんの多くがですね、まあ、僕が考えているその大阪の将来像といいますか、まあ、そういうところに向かって、みんなで、まあ、橋本やってるところはいろいろ問題あるかもわからないけども、まあ、それでも前に向かって、進んでいこうよというような形で、支えてくださったことに非常に感謝してますね。また文句もちょっと言わさせてもらっていいですかね。そうだ、読売のね、検証記事もそうなんですが、あれもね、本当なんでそのメディアっていうのは統計学の基礎も知らないのかなと思うんですけど、いや、僕の任期中のね、数字の変化を出してもらうのはいいんですよ。で、僕がやったことが大阪をバラ色に変えてるなんてそうは思いませんよ。でも統計学をやるときには前のその府政市政との比較をやってもらわないと。ほら、大阪がリーマンショック後どん底状態のところで僕は引き継いでですよ。で、それで横ばいだとかね、横ばいだから大したことない、企業の流出も若干止まったぐらいだとか、そんなことでこういろいろ評価をされるわけですけど、まあ、僕がいきなりなんか V 字回復をさせたってわけではないけれども、さ、前の状況と比べてどうだったのってことをちゃんと比較してほしいなと思いますけどもね。はっきり言うと僕のね、この8年間っていうのは急に大阪を、どんどんその伸ばしたってわけではないですよ。以前もうどん底までこう下がってた、もう傾きがなんていうんですか、それこそ直角並みにこう落ちてきたいろんな大阪の数字をなんとか下げ止めたっていうところが僕のある意味役割であってね。で、次の松井吉村体制は僕がなんとかここで下げ止めたんで、次上に向かってね、進んでってくださいよっていうようなところですから、そういうところを見てね、
まあ、あの僕がやったところの任期中見て、まあ、そういう評価してもらうのはいいんだけれども、もうちょっとその政治の評価っていうのはロングスパンで、僕は悪い部分は悪いって言ってもらったらいいんだけども、でも以前と比較してもらってどうなんだっていうところはもうちょっとちゃんと検証してもらいたいなと思いますけど。で、感想でしたっけ、まあ、感想なんてあんまり言ってもしょうがないのでね、もう市民の皆さんには本当にあの感謝してます。次参りたいと思いますが、挙手をお願いします。 ABC の木原です、はい、市長長い間お疲れ様でした。いえいえ、木原さんも、はい、ありがとうございます。8年、はい、間ちょっと抜けましたけどもね、あの8年間いろいろなものと戦ってこられたと思います、組織団体個人戦ってこられたと思いますけれども、一番手強かった相手は何でしょうか。木原さん。あ、それは光栄ですけれども。木原さん、奥田さん、朝日新聞、毎日みんなメディアや手強かったですけど、良かったですよ。やっぱりそれは皆さんは住民の代表なんでね、あの僕はもう全員と会話をするわけにはいきませんから、もう僕は繰り返しこれもメディア批判で、またこれからも徹底的にいろんな機会があれば言っていきたいと思いますけど、政治家なんてこれ現代社会で、地方部だったら各有権者とコミュニケーション取れますけど、都市部においては無理な話でね、もうメディアの皆さんがやっぱりこれはある意味議会とメディアっていうのが有権者の代表で、そういう意味では大阪府政記者クラブ、市政記者クラブ、勉強してない記者も中にいましたけども、でもやっぱりみんなしっかり勉強されて、いい指摘も受けて、その場で市政府政変えたこともあるし、議論を通じて自分の考え方、やっぱりこれはちょっと改めなきゃいけないなってことを感じたこともあるし、それはもう何が手強かったかと言われれば、不正記者クラブ、市政記者クラブがすごい手強かったと思いますけどもね。メディア以外ではいかがでしょうか。いや、あとは手強いっていうのは別にね、なんか喧嘩してるわけでもないんですか。敵を作りすぎたという気持ちは今はないですか。ないですよ。これはだって敵を作りすぎたも何も、だって物事何かやろうと思えば、それは行政の世界で改革をやろうと思えば反対する人は必ず出てくるんですから。だって改革なんていうのはこれ補助金を、お金の使い道を変えるっていうことですからね、一番重要なことは予算の使い方を変えるっていうことですから、今までもらってた人にとってはそれは反対ってなるの当たり前じゃないですか。だからこれは、まあ、敵を作りすぎたも何も改革をやれば必ずそういう反発の声がどんどん出てくるってのは当たり前だと思いますよ。だから今までは改革じゃなくて、予算与えたところはそのまま放置しておいて、高度成長時代は新しいその財源をこう分配する政治だったからでね、だからこれは朝日新聞や毎日新聞が言うように対話と協調の政治っていうのが成り立ったんですよ。でもこれ限られた財源の中で政治をやろうと思えば必ずそこに反発が出てきて絶対に認められない、この補助金の引き上げは認められないっていうこういう主張が必ず出てくるわけですから、まあ、これは敵でも何でもなくて、まあ、改革をやるには当然生じうるそういう事態だと思ってますが、僕は敵だとも何とも思ってないし、何か感情的に今根治しようと思ってるわけでも何でもないのでね。そういえばだから不正記者クラブ、不正記者クラブの記者はこうやって直に、議論するんでね、まあ僕も記者クラブの方が間違ってると思えばバッと言っていけるからこうなんですけど、一番やっぱりこうで補助金の問題もこれは別に敵だとも何とも思ってませんが、やっぱりコメンテーターたちですね、まあ、そこでまた僕ね、どう評価されてもいいんですよ。大阪市政、大阪府政、ここが問題だ、あそこが問題だ、このやり方が間違ってるっていろいろいいんですけども、一番腹立つのがね、何もやってない無駄な8年間だったって。あんたのそのコメンテーター期間の方が無駄だろって言うんですよ。本当に無駄っていうのはこんなね失礼な話ないですよ。それは僕は無駄って、それは間違ってたこともあるかもわからないし、何かあったかもわからないけども、それでもやってきたことは間違いないんでね。でこれを全部無駄だって言ったらね、もう政治っていうかそれの全否定になりますよ。でそういうことを平気で言うね、コメンテーターっていうものをメディアが使い続けるっていうこと自体について、そこだけはもう腹立つなという思いはありますけど、あとは別に感情的に何か思うところはないですけどね。はい、はい、次いかがでしょうか。
朝日新聞の井上です、はい、先ほどご自身のお話の中で、まあ、自分の役割は下げ止めるだったということをおっしゃってましたけれども、改めてその不姿勢、8年間振り返って、ご自身として自分の不姿勢の評価というのはいかがでしょうか。いや、評価は自分でやることではないですから。でね、これも読売新聞の検証も、本当にもうちょっと自治、なんていうのかな、こう荒を探そうと思うから、ああいう話になるのかなと思うんですけど、いや、大阪府政、大阪市政がね、景気や雇用の第一次責任者なのかっていうところもしっかり見てね、検証するんだったら自治体行政っていうのは普段いつも本当ね、反対のための反対論に本当になるなと思うんですけども、普段じゃあ僕が国政的なことを発言するとね、それは自治体の長として違うじゃないかと、ね、もっと住民の暮らしを見ろとかね、地に足のついたいろんなその政治や行政やれっていうわけですよ。で、検証を見てみたらね、工場のそんな誘致とかね、その企業の流出どうのこうのって、それ しかも企業 の流出なんていうのは、流出状況を見たってしょうがないわけですよ。だって新規に事業が起こされてるなんてもう大阪たくさんあるわけですよ。だから新規に生まれた事業者数とかね、そういうもののトータルの中で大阪府内に入ってきた企業、出ていった企業っていうものも一つの要素としてあるのにね、企業が入ってきた出ていったって、そんなミクロなところだけ捉えられても、それだったら大阪全体の GDP とか大阪全体のその経済の状況と、それからそれ国の役割、地方の役割っていうところもしっかり分析してもらわないと。で、地に足のついた政治や行政やれってよく言われるのは、それはやっぱり大阪市長としては住民サービスのところでしょ。そしたら住民サービスで今限られた財源、どん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 その税収が増え続けてるわけではないですから、やっぱり一番検証をやってもらいたかったのは、どういうサービスをね、やめて新しいサービスにしたのかって、この転換のね、是非についてね、僕は徹底的に検証してもらいたかったなと思うんですよ。これはやっぱり自分の考え方が 100% 正しいとは思ってないのでね、要はもう読売新聞のあの検証の話は、あんなもん市長が全部できる話じゃないし、国との役割のこともあるんだし、仮に大阪、僕がね、仮にですよ、何かじゃあ雇用を増やした、有効求人倍率を増やした、多分読売新聞はそれ削ってるわけですよ、その数字は。なぜかといったら、それはアベノミクス効果だっていうふうに思ってると思うんで、そうしたら雇用とか有効求人倍率の数字は外しておいてですね、その工場の立地数とか企業の流入数、あと出ていった流出数ですか、そういうところの数字だけ持ってきて、それ一体知事と市長の仕事とどんだけ関わりあんだと。やっぱり自治体の長の一番の仕事っていうのは住民サービスであって、しかも限られた財源なわけですから、新規の事業、新規の事業ってわけにはいかないわけですよ。だから僕の大阪府政、大阪市政のテーマはね、住民サービスの転換ですよ。住民サービスの転換、これをずっと僕は挑戦してきたわけです。だからもちろん新規の財源で、真水で新規事業を増やしたものもありますけども、基本的には何かを削って何かを増やしたってことをやり続けてきたんで、そのね、住民サービスの転換についてはね、僕はこここそ自治体の長の検証として一番やらなきゃいけないところだと思うんですよ。だからそれはやっぱり、いや橋本さん言うのは分かるけど、これは削ったのは違うんじゃないの、で削ったことだけをダメというんじゃなくて、それを削ってこっち側に転換したっていう、削るのは分かるけど、これ増やすっていうのはここはおかしいんじゃないのとかね、これから の政治行政に求められるのは住民サービスの転換です。これはニアイズベターの根本哲学が住民サービスの選択なんでね、あれもこれもじゃなくて、あれかこれかの時代に突入するってもうみんなが言ってるわけです。それを僕は8年間徹底してやってきたつもりですから、まあ、本当はそういうところを徹底して検証してほしかったな。で、その評価についてはもう僕が何点と言えるところではないですけど、でもここまで大規模に住民サービスの転換に挑戦したという自治体はないと思います。で、それはもうたった一つ、高齢者の皆さんには申し訳ないけれども、現役世代の方にもうちょっと税の、ね、配分を増やさせてほしい。で、それは借金を増やして、税の配分をするんじゃなくて、高齢者の皆さんの狙い撃ちじゃないけれども、やっぱり過剰に、出していた補助金をやっぱり今大阪に足りない教育とか子育て世帯の方に回したということの挑戦をやり続けてきた8年ですけどもね、でもそれでもきちっと選挙で、まあ、一部
やっぱり支持をされなかった選挙もありましたけども、まあ、多くの選挙では支持を受けたということは国民の皆さんにきちっと説明をして、きちんとやればね、そういうことを納得してくれるんだなということは非常にこれは自信を持った8年ですね。今お話をお伺いしますと、まあ、ご自身としてはやれるべきことはやってきたという事実。やりました。これ以上やれって言っても無理です。もう自分で持てる力は全部出し切ったっていう、もう本当にもうそういう感じです。だから無駄な8年だって、そういうことをほざくコメンテーターとか腹が立ってしょうがないです。本当にあれ本当に失礼極まりないですね。本当、まあ、一方で昨日議会でですね、まあ、議会の呼びかけとしてですね、まあ、これからその修正妥協というものをして前に進めていってほしいと、そこはやはりご自身がやってきたこととはやはり違うところというふうに。それはそうです。もう僕が大体そういう反発を食らうようなことは大体やり尽くしたんで、そして改革案、役所の中でも反対の声が湧き起こるであろう改革プランは全部まとめましたから、あとはやっぱり、議会の皆さんときちっと議論をして協議をして、まあ、維新の会の考えが 100% 正しいわけではないですから、そこはもう修正を繰り返しながら、ね、まとめていくっていう、そういう段階だと思いますけどね。ご自身の在任中にその協議して修正していくということは難しかったんでしょうか。当たり前じゃないですか。そんなもん今も副首相と話してますけど、20年ぐらいかかるようなところを、一つの案件でも20年ぐらいかかるようなところをこれ数年でまとめ上げるなんていうのは、それで協議までやってまとめろなんて、そんなできるわけないじゃないですか。どこまで朝日新聞はそんな幻想集団なんですか。プロセス考えてください。そんな、まあ、結果的にですね、その、まあ、例えば地下鉄の民営化ですとか、まあ、議会との反発もあって進まなかったわけですけども、これもまあ仕方がない。当たり前ですよ。それそれはもうそういう改革をずっとやり続けた中ではそのステージは無理に決まってるじゃないですか。だいたい改革のプランなんて考えた時に4年の任期で全部なんて無理なんですから。じゃあこれ話し合いで、朝日や毎日や、まあ、その他のメディアも言うように話し合いでやってたら他の改革も進みませんよ。それだったら進めるものだけはどんどん進めていってね、まあ、最後残る部分は次に、きちっと送っていくと。4年で無理ということでしたらもう少し2期3期ということは考えられなかった。だから住民投票でも僕は負けたわけじゃないですか。でもまた再び都構想というものは掲げていかれるわけです。それは吉村さんとか松井さんがやっていくわけでね。ご自身がやっていくという考えは、もうこういうメディアとの付き合いはもうしんどいからもういいです。都構想についてはやはり未練というものはございませんか。いや、だから次はしっかりやってくれたらいいと思いますよ。僕がやれるところまではやりましたんで、ここまでできたっていうのでも、まあ普通じゃできないところまでできたと思ってますからね、それは何言われようが、うん、たあんたはできますのっていうところですから、もう住民投票までできたっていうところで、大阪都構想の協定書っていうものは一応出来上がってるんでね、まあ、ここから反対してる人たちと話をしながらまとめていくっていうのは吉村新市長の真骨頂だと思いますよ。あの人はもう本当にね、そういう政治家としての能力はもう天下一品ですから、これはもう本当に吉村さん の領域といいますかね。もちろん吉村さんだけの力じゃなくて、高い派の皆さんもある程度そういう意識は持ってくれてると思いますけどもね。最後にしますけれども、改めて聞きますけど、ここで聞くことに未練や悔いというのはございませんか。え、未練や悔いはありませんか。ないですよ。他にいかがでしょうか。すみません、毎日放送です。引退迎えて、まあ、やりきったというところも終わりだということですけども、ね、先ほどからまあ批判されてます、そのコメンテーターからまあ政治家になられたわけですけども、まあ、政治家実際やってみてですね、まあ、やる前と、まあ、この政治家という仕事を、まあ、今橋本さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。やっぱり社会には絶対必要な存在ですよね。政治家なくして民主主義の国なんていうのは成り立たないので、まあ、社会にとって絶対必要な存在、思った以上にもう想像を絶するぐらい、思った以上っていうか想像を絶するぐらい実行するしんどさ、まあ、言うのは簡単だなと。法人税減税なんてね、この経済政策を語る人たち、みんな言うわけですよ。法人税減税規制緩和、俺はもうこの政治っていう場で自分の考えを実行するっていうのはね、
とてつもない、こんなしんどいことなのかということを実感しました。あれ法人税減税ってだって民主党政権の時だってみんな民主党の国会議員みんな言ってましたけどできないわけなんですよ。財務省やら何やらいろんなものが反対してきて財源問題があって党内の中でも財政規律派が反対してくる。で僕は軽減税率は反対ですよ。軽減税率は反対だけれどもでもあれを押し切ってああいうふうにやっていくっていうね、今回の首相官邸のあの政治ですよね、言うのは簡単ですがそれはやるのがこんなにしんどいことなのかっていうのは、自分の想像を超えてました。コメンテーターの時のね、政務活動調査費とかね、問題なのはコメンテーターやってた時も分かってたんですよ。でこんなのはもうダメじゃないかって言うのは簡単なんですけどじゃあそれを改めていくっていうのがどれだけしんどいことなのか、もうこの、言うこととやることの違いっていうのは自分なりには分かってたつもりなんですけどもこの政治の場において政治行政の特に政治行政の場においてですね行政っていうのはもう利害関係者がもう無限にいますからそういう中で物事を実行するしんどさっていうのは本当に想像を超えていましたね。その政治家で、しんどい部分というか、いろいろすり減らされる部分もあったと思いますし、敵をその無駄に作ってきたわけではないというところだと思うんですけども、この間その8年間、ご家族も支えてこられたと思うんですけども、今日の引退にあたってご家族に対する思いというのはございますでしょうか。そう、大八木さんにもいろいろちょっとあれなんだね、いやいやもうそれはもう家族に一番負担かけてますよ。もうこれはいやだからもうこれはまともにやったら真面目に本気で政治なんてやっぱりなかなかできないです。家族持ったらね、もうこの8年、家族には本当に迷惑というかもう犠牲をしっぱなしだったなというのを思いますけどもね。であと最後に1点なんですけどもちちんぷいぷいのちょっと番組関係者が心配しておりました。都構想の住民投票の時に、この間一番関係が変わったのはそのちちんぷいぷいとの関係だというふうにおっしゃっておりましてで今後その政治家を引退されるとですね、その関係というのはその修復していただけるのかみたいなことを心配してるんですけどもいやだからそれもだからそれは政治家っていう立場とメディアっていう立場の中でそれは向こうだって権力チェックっていう役割があるんでね僕だってこういう立場ですからそれは仕事としての関係でこういうふうにやりますけど別に何か個人的に恨みつらみがあるとかさっき言ったようにその完全に個人の関係というか政治家権力チェックと政治家の関係ということも超えた形で人間としてこう何か侮辱をしてきたとかそういうことだったら許せないですけどそうじゃなくてその見解の相違とかそういうところであればそれはもう僕は支持になるわけですから、何かそれ引きずってそんなことまで引きずって何か仕事するつもりはないですけどもね。だからといってすぐ出るとかそんな話じゃないですよ。ありがとうございました。他に質問のある人は。朝日新聞の上です。お疲れ様でした、はい、先ほど住民サービスの転換が、首長の仕事であるというふうにおっしゃってましたけども、一方で大阪都構想は統治機構改革をして、経済成長戦略につなげるみたいな話を割とおっしゃってたと思うんですけど、やや矛盾してるような気がするんですが、そのいやだからダブルですよ。だから普通の自治体の長なんかだったら都構想みたいな話がやらないじゃないですか。あれは自治体の長を超えてやっぱり政治家っていう面でこうやってきたところあるんでね。だからそれだったら検証のところで都構想の検証とそれから住民サービスの転換のところをやってもらったらいいわけで都構想で経済成長に直結するわけじゃないですからね。その成長戦略とかそういうところを実現するための都構想だから都構想が出来上がってから検証してくれたらいいわけですよ。だから今の状況は都構想出来上がってないわけですから僕の思った通りにね府と市で行政マネジメントをやって成長戦略を今実行できてない状況だからだから都構想をやってみて、広域行政を一本化して、そこで成長戦略の実現というものがやっぱり、うまくいかないっていうんだったらそこは厳しく批判してくれたらいいと思うんですけどもね。
今のお話ですと、その経済成長戦略はややなんか積み残しというような。いや、成長戦略は全部あるんですよ。だからそれはあと実行する段階だから。だから実行しやすい行政の組織は何なのかって言ったら都構想というね。これどっかで議会でも言いましたけども、まあメディアの論調でも、まあ特にやっぱり学者、実務をやってない学者っていうのはね、特にあの今言った質問と同じで、都構想をやったから経済成長につながるって必要十分条件だと思ってるけど、違うんですよ。必要条件なんだね。その都構想をやったから、これあれと一緒ですよ。給食を食べ、給食が僕は必要だ必要だって言ったら、給食を食べたらじゃあ成績が良くなるのかって平気で言ってきた人がいるわけですよ。良くなるわけないじゃないですか。給食食べて、飯ばっかり食ってて、ほんなら太るだけなんですから。飯を食って勉強して、で学力が上がるんですから。この代わり飯を食ってなかったら、やっぱりそれ勉強したってなかなか学力上がらないですよ。だからこれは必要条件で、飯だけ食えば学力が上がるって、これ必要十分条件になるわけで、だからご飯食べるだけで学力なんか上がるわけないのにね。でそういうことを平気でね、僕が給食の必要性を言ったら、いや橋本さん、そんなご飯ばっかり食べてるだけでは学力なんか上がりますよ。当たり前じゃないですかと。都構想も同じです。都構想ってやって、それだけで成長戦略実現できるわけではないわけですよ。でもこの都構想ってものは必要条件であるから、これが欠けて、これが欠けてたらね、やっぱり成長戦略ってものは実行しにくいですよっていうのが都構想のロジックなんです。昨日議会の終わりに最後ご挨拶ありましたけれども、傍聴席まあ50人ぐらいおられまして、初めてまあ傍聴にして傍聴来たと、まあ橋本さんに感謝を伝えたいというふうな方もおれ話聞いたんですが、まあ人気と批判と両方あったと思うんですが、ご自身のその政治画像ってどういうものだったというふうに、ご自身の政治画像ですね、どういう政治家だったというふうに。誰がですか。だから自分で評価してどうせそんな格好悪いことをして。いまだにまあいまだにというか、批判とまあ支持とですね、本当に最終盤まである状況で引退されると思うんですけど、まあ、人気はなぜあると思うんですか。ないですそんなの。それはだからやっぱりそれ人気とかじゃなくて、政策についてはね、支持する支持しないっていうのは必ず出てくるのは当たり前じゃないですか。さっき言ったように僕は住民サービスの転換をやったわけですから、その転換方法については賛成反対っていうものは出てくるのが当たり前だし、昔のように高度成長時代のようにね、そのたんまりある税金を配分する、そういう政治家だったら恨まれることとか反対されることないですよ。でもこれからの時代の政治家はみんな賛成反対ってものを背負った政治家じゃないと、国家運営なんか行政運営なんかできませんよ。だって万人から好かれる政治なんかできないんですから。だから自分はこういうふうに住民サービスを転換しますよ、税金の使い方をこういうふうに転換しますよってことをやれば、賛成反対の声が必ず出てくると思いますけどもね。5月17日 の住民投票の後に、私のような政治家が言うのは、まあ、社会状況として良くないというようなお話をおっしゃってましたが、はい、それは状況としては変わってるんでしょうか。変わってないんでしょうか。変わってると思いますよ。変わってるというか、変わってない。今の僕みたいにこの転換ばっかりをやってね、ずっと賛成反対っていう、もうそればっかりを問い続けるっていうのは良くないと思いますよ。だからその賛成反対を問うっていうのはワンポイントでいいわけですよ。今までのこの大きな政治や行政の中で個別の政策について選挙で問うわけではないわけですから。これはいつも言ってるじゃないですか、ワンイッシュはダメだっていう、いつも皆さんワンイッシュはダメだ、ワンイッシュはダメだって言うけど、じゃあありとあらゆる政策についてみんな有権者はそれ一つ一つ見てね、判断してるわけじゃないわけですよ。しかも政党とか候補者によってはその政策がクロスオーバーしてしまってですね、この政策は向こうの候補者がいいけどこっちの政策は違うなとか、そういう風になってしまうから、やっぱり政治の選択っていうのは政策の選択ではあるけれども、それは大きな方向性の選択であってね。で僕はそれが転換点を迎えたなと、この8年前、転換していかなきゃいけないなということで、まあ、僕はいろいろその転換やってきたわけですよ。で大体その方向性で一定支持を受けたんであれば、次はそれをさらに制度を上げて作り込んでいく、そういう作業をやらなきゃいけないんでね、その転換ばっかりやってるわけじゃ、これ住民のその暮らしの方につながっていきませんから、僕はやっぱり方向性を転換したっていうところじゃないですかね。だってまま知事のあれ、大阪府庁だって減災基金の借り入れたら、朝日新聞が僕が出馬表明する前日ぐらいに報道してくれたんだけど、あれ朝日新聞の報道がなかったら
減災基金からの借り入れ、使っちゃいけないお金、まあ、借金返済のために積み立てていたお金、5500億円、あれの使い込みっていうのは、あれ総務省も適法だって言ってたんですよ。あれ朝日が報じて、僕がワン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 言って、翌年度から減災基金の借り入れは返すあてもない場合には、これは不適切、いや違法まで踏み込んだのかな、だからそういうふうになったんです。これ重大な転換ですよ。であれやってなかったら、大阪府なんてもう5500億円穴を開けたまま、結局あれ財政シミュレーション見たら20年後か25年後ぐらいにドカーンって返済金額が増えるような、もう借金の返済の先送りをやってたんでね、とんでもない状況でした。まあそれを僕が知事になって、その V 字回復をしたわけじゃないけどもね、臨済債も含めてそれは借金増えたところはあるけれども、今まで使っちゃいけないお金、まあ、そういうところを使うことはバチッと断ち切って、その復元に入ろうということをやり始めた。そして、借金の返済、減災基金の積み立てね、借金の返済のために積み立てていかなければいけないお金については、20年後30年後にドカーンと返しゃいいやって、そんな先送りはやめて、毎年毎年均一に積み立てていきましょうというルールに変えていってるわけですよ。でそういう方向性を変えていったんで、まあ僕の役割っていうのはその方向性を変えるっていうところでね、今までやってた不正、それから大阪市政だって特定団体とか、それから補助金の税金の使い方だってね、子育て教育の方にお金を回してたところが少なかったわけですよ。でそういうところの方向性をこう変えたっていうのが僕の役割で、ここから精緻に組み立てていってもらうのが今度吉村さんの役割だと思いますけどね。まあ、最後なので8年前のところからちょっとお伺いしたいんですが、その知事就任の際、まあ、子どもが笑う大阪っていうのを掲げられてたと思うんですが、それはどこまで実現されたというふうに思いますか？それは子どもが笑うっていうのは、うちの子ども笑ってないですよ、うちの子どもどんどん笑い顔がなくなっていきましょう、この8年間で、だからそんなこと言ったら子ども笑ってないじゃないかってなるじゃないですか。あとはもう全体見てもらって判断してください。やっぱりその大阪ではやっぱり私学に行けなかったところを私学に通うことができましたっていう多くのそういう声や手紙ももらうことが多いし、塾代助成についてもそうだし、まあこれ朝日、産経からじゃないか、もともとは区長からの話だったんですけど、残念ながらね、命を絶った高校生いましたけども、まあ、その子の声に応じて知事とタッグを組んで、院内学級なんてことをやったりとかね、それは全員が全員笑うなんてことはそれはできないけれども、今まで、やっぱりこの大阪府政大阪市政がね、まあ、おそらくこれは府議会市議会の責任なんですけども、まあ、選挙というものを、これはもう選挙の仕組み上しょうがないんですけども、ある意味高齢者の方に過剰に税金を回していた、そういう状況を言ったら政治家にとっては非常に票にならない、若い世代の人は選挙に行かないわけですから、こう票にならない現役世代の方に、まあ、お金を回したということで、実際の子どもが笑ってるかどうかは分かりませんけれども、まあ、それいうことをやって、まあそこを評価してくれる子育て世帯も非常に多いんじゃないかなというふうに思ってますけどもね。民営化案件、まあ、道筋をつけたものと、まあ、そのまま、まあ、ならなかったものとあると思うんですが、特に民営化案件で積み残しというのはないでしょうか？いや、積み残しって僕の役割はこの町内で、それもね、民営化の話もそれは議会で否決されてるとか議会の調整があって、またさっき朝日からもそういうような指摘ありましたけど、まだできるわけなくて、それまで民営化反対って言ってたんですよ、この役所は。でそれ民営化反対だって言ってた役所の中で民営化のプランをまとめるっていうことがどんだけ大変かって、これ言うのとやるのと全然違うっていうのはね、一回会社でやってみてください。それは朝日新聞で、じゃあこういうことは反対って言ってたものを反対する、そうだ、大体慰安婦発言だってあれ取り消すのに何年かかってるんですか？当たったあれぐらいの発言、あんなのもうすぐ取り消しゃいいもの、あれやるのに8年とか、え10年8年もっと10年か、え1990もっとだ、十何年でしょ、たったそれ変える、あれを変えるだけで何十年かかってるんですか。でこの役所では民営化は反対だっていうふうに組合側の方から言ってたわけですよ。でそれをプランをまとめるところだけでもね、まあ言ったら僕の役割はそこまでなのかなっていうのは思ってましたけどもね、
それは議会のそこから議会の議決を得るなんて、こんなの不可能を求められるあの等しい話ですよ、そんな、普通の人間じゃそんなことができません、普通の人間じゃない、普通の人間じゃない、誰がです、普通の人間だっていうふうにおっしゃる、そうですよ、お疲れ様でした普通じゃないですか、運動会でも普通じゃないですか、関西テレビ佐藤です、はい、お疲れ様でした、維新の会立ち上げてから、大阪市役所を解体すると、政党の代表としては訴えられたわけですけれども、市長とし大阪市長として、4年間この市役所のトップに立った上でもやはり解体をしなきゃいけない組織だとこの4年間振り返ってみて思われます。解体って言っても職員が全部クビになるわけじゃないんでね、意思決定のあり方を変えなきゃいけないってことです。意思決定のあり方これ当たり前です。あの企業経営者だったらみんな意思決定のあり方、こんなのね、単純でじゃあ大阪府内に、関西テレビの営業本部が2つあるっていう状態を社長が許すかって、そんなバカな社長いませんよ。そこで営業本部長が2人が違う意思決定をやって、一生懸命広告取りに行くとかね、そんなわけないじゃないですか。そんな大阪の中で営業本部長1人にしようってやるに決まってますよ。だからこれは組織をね、職員を全部クビにするとかなんとかじゃなくて、大阪都構想っていうのはこれは組織論であって非常に分かりにくいです。なぜかといったら企業のトップに立つ人たちっていうのはやっぱり日本の国内の中でも限られてますから、しかもそれが大組織のトップっていうのはね、だ意思決定のあり方、意思決定をどういうふうにしていくかっていうところがいかに重要か、これはあの今回の軽減税率での首相官邸と自民党のあの問題でもそうだけども、自民党税調っていうものが意思決定今までやってたところで、今度は首相官邸の方が意思決定やるかどうか、まあこの意思決定のせめぎ合いですよ。やっぱり意思決定のそのあり方っていうのは組織においてはものすごい重要なんです。だからこれは大阪府における役所の意思決定のあり方として、僕は大阪市役所の意思決定だけじゃなくてね、大阪全体の行政の意思決定っていうところを見たときには、大阪府庁と大阪市役所、やっぱり意思決定これ2つあるのは大問題だと。でこれは役所の問題だけじゃないです。やっぱり一番最大の問題は議会です。もう全く府議会と市議会がもうまとまらないから、これがもう大阪の大不幸ですよ。だから府議会と市議会を何とかしなきゃいけないんです。やっぱり役所の意思決定っていうのは知事と市長だけじゃなくて議会なんだね。だからこの大阪都構想っていうのは、まあ僕は市長っていう立場だからずっとこれまで府庁市役所の、組織論だって言ってましたけど、もっと言えば行政の上には政治があるんでね、府議会市議会大改革というか、府議会市議会の一から作り直しという、もう議会をゼロにして一回議会を作り直しましょうというのが大阪都構想の本質ですよ。やっぱり意思決定というのは最後は議会なんだ。だからそういう意味であの4年間やってみて、むしろもっとね、僕はこの大阪においての大阪府庁大阪市役所というか、この大阪における行政の意思決定というものの在り方、これをやっぱり一から作り直さなきゃいけないというのは知事市長やって痛切に感じましたね。これはちょっとここはね、いろいろ悩んで、それはあの説明しろ説明しろってメディアから散々言われるけど、メディアがやってた報道だって見たら、一部事務組合はこんなことじゃこれが問題だとか、いくらのお金が外に流れるとか、そんなしょうもないことばっかりやってたからね、これ260万人の有権者に全部一から説明するっていうのは難しいから、僕はちょっと財政効果論の方から入ったんですよ。でもこれはやっぱり大阪都構想一発で、これやっぱり決着つくとは思ってなかったんだね。これは大阪東京都政なんかの歴史を振り返ってみても、東京都政でも48年、これはかかってるわけですから、そんなもん3年4年では無理なんで、それでも協定書、これをまず作り上げて、住民投票っていうものを通じながら、ちょっとでも住民の皆さんに理解してもらおう、そういうことを考えたんで、財政効果論からまず入っていきましたけども、行ってそれでみんなでああやって議論してもらいました。やっぱり次のステージは真正面から、これ非常に難しい話だけども、大阪における行政の意思決定論というところを真正面からね、僕はもう問いかけていくべきで、また住民の皆さんも十分それは受け止めることができる、そういう市民レベルに僕はなってると思いますね。これ初めからね、意思決定論なんから入ったらね、もうちんぷんかんぷんで何が何だか分かんないですよ。一体何なのこれ大阪都構想ってなるけども、でもあそこまで住民投票やる過程において、メディアもいろいろ僕は腹立つこといっぱいあったけども、それでも
メディアはメディアなりにいろいろ報じてくれたこともあってね、大阪の皆さんは役所のあり方についてものすごい今関心度が高まってますから、やっぱりステップバイステップなんでね、まあ、僕はそういう意味で最初に意思決定論から入らずに財政効果論から入って説明しやすいところ、まずはとっつきやすいところから入っていきましたけども、十分次のステージではこの大阪における行政の意思決定はどうあるべきかというところを真正面から問うて、それをしっかりと受け止めて議論してくれると僕は思ってます。でこれはひいては国全体でやらなきゃいけない。だから結局辺野古問題もね、ああいう意思決定論なんですよ。防衛政策基地問題については行政の意思決定はどうあるべきかと、朝日新聞や毎日新聞がどんだけ騒いだところでデモしようが何であろうが、今の意思決定のあり方だったらあれは政府側の方で決めていけば進んでいくわけですよ。でも本当にそれでいいのと、基地問題はそれだけでいいのってことを考えたときにね、僕らは現実実行する、まあ、その世界で生きてきたもんですから、騒いでるだけじゃこんなの変わらないです。結局これは基地問題、聞いたらもうこの沖縄の基地問題を解決しようと思ったら日本の行政機構の意思決定のあり方を変えなきゃいけないんです。基地問題についてどこがどういうふうに決定していくのかね、民主主義のそのプロセスを一から作り直さなきゃいけない、これがひいては僕は憲法論になると思いますよ。国の意思決定のあり方をきちっと定めているのが憲法なんでね。だから僕らが言ってる憲法改正論っていうのはもう9条の話とかはねちょっと置いといていいと思うんですよ。もう集団的自衛権の話がああいうふうになってきてるんで、何でもかんでもあれやこれややったら国民もパンクしてしまいますから、今日本にとって一番重要なことは行政機構の意思決定ですよ。基地問題、ダム問題、それから保育所の待機児童の問題、これだって本当に国が決めることなのと、国が旗振ったって待機児童は絶対解消できません。これ保育所現場でニーズに応じて保育所を作っていかなきゃいけないんで、単にその何万人枠を増やしますとかいくら予算つけますと言ってもどこに保育所を作るかっていうのが一番重要だってことはすごい分かったんでね。だから保育所の待機児童の問題なんていうのはこの意思決定はできる限り現場に下ろさないと、中央集権の体制のままでは待機児童なんていうのは絶対に解消できません。でも逆に基地問題っていう話は沖縄の基地問題を本気で解決しようというんであれば今の意思決定のあり方を変えないことにはこれはやっぱり基地問題は解決できないと。だから僕はそういう意思決定論というところをずっと言い続けてきたのが統治機構改革でね、これは僕は憲法論だと思うし、ここに絞った憲法改正っていうものをね、僕は大阪市民だったらもう大阪都構想を経験したからある意味こういう話っていうものは受け入れてくれるんじゃないのかなというのは思ってるんですけどね。以前都構想のような複雑な話は、2期8年ぐらいかけてやるおつもりはないんですかとお尋ねしたところ、政治の分かってない記者の言うことだとおっしゃられたんですけれども、ね、5月17日の記者会見の時には、これだけ世論が割れている中で住民投票まで持っていくべきではなかったというご発言もされてたかと思うんですけれども、住民投票持っていくべきじゃなくてあのタイミングでは負けるところで僕が設定したというのは僕の政治判断のミスですねっていうところが言ったんですか。負けるなら住民投票までも、いやだからそれ僕のミスというよりも、だからそれがもう、負けのね、そこに設定するしかなかったんだけど、だから全責任はもうどっちにしろ負けたのはもう僕の責任なんだから、何が原因ですかって言ったら負けるところに住民投票を設定したっていうところは原因ということでね、でもそれを避けるつもりはないですよ。任期中にやろうってことを言ってたわけですから、でもそれは自分で十何年かけて全部このペースでずっとやり続けられるかなんてできるわけないです。こういう話はもうまた次々に引き継いでいってね、それエネルギーが莫大なエネルギーがいるんですから、これはそんなのもうのんべんだらりと毎日そんなね無駄な8年だとか言われるようなそんなしょうもない生活を送ってきたわけじゃないんでね、こんなことをもう8年も12年も16年もやれるようなそんな状況ではないです。だからエネルギーが本気で政治をやろうと思ったらそれだけのエネルギーが必要で、これはもう次々引き継いで次またエネルギーある人にどんどんやってってもらわないと、こんなもん無理です。お飾りの首長だったらもう20年でも30年でやりますけどもね。では最後です、読みします。読売新聞の清永です。知事時代も含めてなんですけども、政治家として国と地方の関係の見直しにだいぶこだわられてたと思うんですけども、8年間やってこられて、国に改善を求めて成功、例えば国直轄事業負担金の見直し、あるいは国の所管団体の会費なんかの負担をしなかったりとかいろいろされてたかと思うんですけども、
できた部分とできなかった部分。いや僕がやってきたことなんてもうしょうもないことです。あんなの国から見たら鼻くそみたいなことでね、何にもそんなので何かがこう変わるってわけじゃない。やっぱりこれは憲法改正で国の意思決定のあり方っていうことを変えていかないと無理ですよ。直轄事業の負担金の廃止って言ったってあれ一部の建設負担金かなんかのほんの一部だけですよ。で国の外郭団体の負担金を大阪府が払わないって言ったって全国の自治体1800はみんな払ってるんですから、もうそんなのは国相手にね、何か自分がこれやりましたあれやりましたなんていうことはそれはないですね。まあ、だから個別政策で言えばね、さあ読売新聞の検証に入ってないけど関空だって別に僕の権限じゃないけれども慰安婦発言と同じようにやっぱりその政治家っていうのはある意味火をつけていくっていうのも政治家の役割であってね、僕は関空と伊丹の統合にあそこに至ったのは第一的にはこれは前原当時の国土交通大臣、もう前原さんのこれはもう大功績だと思ってますけどね、伊丹空港国営空港を大阪に差し出してくれたわけですけど、でもあれを持っていこうと思った時にはね、それは地元自治体の大阪府知事がしかも僕は豊中に住んでおきながら伊丹廃止ってことをぶち上げながらね、それはいろいろその中で廃止を掲げながら一回取り下げながらちょっと修正しながらとかいろんなことをやってったけれども、最後はでも伊丹空港と関西国際空港が経営統合してコンセッションでオリックスグループの方が買ってくれて、もうあれで関西国際空港のもう長年の懸案だった金利負担部分のねあの話がなくなってですね、民間経営の空港としてこれから羽ばたいていくっていうのはまあこういうこともね検証の中には全然入ってないからね、まあもういいですけどね、もう別に入れてもらわなくても。だからそういうことはそういうことを言い出したら、まあ、いろんなことをやってきたっていうのはありますけども、でもそんなのはあれやったこれやったなんだったらそんなの自分で自慢できるようなことはないですよ。逆に言いますとこの間2度の政権交代があったんですけども、まあ、既存政党による政権交代ではもう地方分権ってなかなか進まないという進まないですよ。それは大阪都構想見てもらっても分かる通り、なんで市議会議員がやっぱりあんだけ反対するかって言ったら、大阪市議会議員というのは全国の地方議会の中でも最高ステータスなわけです。東京都議会議員と大阪市議会議員なんです。その役所がどれだけの権限を持っているかということで議員はやっぱりそこでもう、まあ大学もありますね、地下鉄もありますね、病院もありますね、予算規模は1兆何千億円ですね、もういろんなことをこう役所がやると、まあ、そこに乗っかってるやっぱり議員もなんか自分のこう力に見えてしまうわけですよ。国会議員も同じですよ。だからこの地方分権なんかやって今国が持ってる権限とかそういうものが地方に移るとね、それはやっぱ国会議員としてはもう耐えられないんじゃないですか。本当だったら普通のねサラリーマン経験のある会社経験のある人であればいかに自分の仕事を減らすかっていうのを一生懸命考えるのに、やっぱこの政治家の世界っていうのは自分が汗かかないから、普通は皆さんもそうだけども普通のサラリーマンっていうのは仕事抱えれば自分がやらなきゃいけないからなるべく仕事は少なくしようと思うんだけど、政治家の場合には自分が汗かかずに役人にやらすわけですから権限と財源を持ってるっていう、そこにやっぱりこうなんていうのかな、プライドというか気持ちいいところがあるんじゃないですか。だからこれは地方分権というか国の行政の形を変えようと思ったら、そういうことを本気で思ってるメンバーがやっぱこれもつくづく思ったけど憲法改正でやるしかないです。憲法というのは統治機構を定めるもうこの骨格なんで、ここで地方分権型の憲法というものを作っていく。今までの国会議員とかね地方分権とかなんかいろいろ政策でこう政策をこう口に出すんだけど、それをどう実行するかというところを考える政治家って本当少なかったですよ。どう実行するのと。だから大阪を2つ目のエンジンにするとか、二極化、東京と並ぶ二極化、大阪を二極化して2つのエンジンで日本を引っ張る、これ財界も、大阪の政治家もみんな言うんだけど、これどうやって実行するかというと、これ法律に副首と定めれば まずは定めなきゃいけないねと、これ十分条件じゃないけども必要条件だよねっていうところからやっぱり僕は考えるわけです。これ法治国家なんだね。やっぱりね日本の役所っていうのは法律に定められるとみんなそれを動くんですよ。で自治体であれば条例とかね。だからこれは本当に地方分権やっていこうということを考えれば憲法をその地方分権型の憲法にしていくというところが僕は最大のポイントだと思うんですけどもね。だからそれをやっていく政治グループとして
自民党民主党には既存の政党ではなくても国会議員にどっぷり使った人たちではなくてね、まあ、地方議員サイドの方から地方分権を目指す国政政党、まあ、これちょっとお手盛りになっちゃって大阪維新の会の話になってしまいますけど、でもそういう第三のグループが出てきていいんじゃないですか。第三のグループがなかなか出てこない、首長がとして、まあ、首長連合を2009年の衆院選の時作って、でその後首長をトップとした地域政党ができたりとか政治グループ作ったりという動きが一時的に広がりましたけど、ちょっと今下火になってると思うんですけど、この動きが広がらないところは。そうやね、普通はやれないです、そんなの。僕は大阪維新の会初めて作って最初の統一地方選挙の時には、これはもういろんなところで言ってますが、体動かなくなったんですから。あのタウンミーティングっていうか、もう最初の頃は2回目ぐらいから知事と役割分担やりましたけど、最初の一発目は大阪市内も大阪市外も全部自分一人やったんでね、そんなの体も動かなくなるような、そんなあのタウンミーティングや演説やそんなものを繰り返しながらそれをずっとやり続けるなんてなかなかできないですよ。だから全国でそれみんなでやってくれって言ったら無理だから、だからどうやってこれをあの広げていくかっていうのはものすごい大変ですけどね、だからそれをしっかり今度大阪維新の会でどう広げていくかってことを考えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。最後もう一回、市長と国政政党の代表を兼ねるという、まあ、極めて異例のスタンスだったと思うんですけども、これで得られた成果っていうのは。むちゃくちゃありますよ、そんなのは。だから国政政党に足をかけて意味がないとかなんとかって言いますけども、政治なんてのは最後はもう政治力っていうか、それだけなんですから。じゃあ、なんで松井知事と、それは松井知事と菅官房長官の関係っていうのは別に、僕らが国政政党を作るかどうかに関係なく、多分人間的にものすごい波長があって、もう信頼関係というものがあるとは思うんだけれども、でもやっぱりね、その関係を核にしてでも核にしたとしてもね、国政政党っていうものがあるのとないのとでは、さあ政治をやるときはもう全然違うんですから。それから言ったら住民投票、もう僕はこれあんまりこう後で喋ろうと思ってること今ここで言うとね、もったいないからあれなんだけどね、まあ言ったら目標を定めたら、僕のやり方っていうのは目標を定めたらそれに向かってありとあらゆる方策を立てるわけですよ。だからそれはね、振り返ってみてからコメンテーターとか評論家がね、その陸地にこう見て、あ、なんか橋本はこの海をねジグザグ行ってるなっていう、そういうことを言うのはそれは簡単だけど、目標を定めてそこに進もうと思ったらそれはまっすぐになんか行けるわけないじゃないですか。その都度その都度いろんな事態が生じていろんな課題があって、まあ、右行くこともあれば左行くこともある、いろんなことがあったけど、僕の目標は大阪都構想だったんでね、住民投票だったんで、そのためには何をしなければいけないのかってことで全部判断してきたつもりです。でそれはじゃああの住民投票国政政党がなくてできるんですかって言ったら絶対できませんよ。まず法律の改正っていうところまでいかなかっただろうし、最後の住民投票、ああいう形で住民投票が成立したのは最終局面でのあの衆議院総選挙っていうものがあったからそうできたわけであってね、それは国政制度がなかったらこの今のこういう状況っていうところまでは来れなかったと思いますけどもね。はい、それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。しました。それでは第2部を始めさせていただきたいと思います。先ほどご案内がありました通り2時半頃まで、市長、公務を抱えてますので端的な質問でご協力をお願いします。よろしくお願いします。各社さんどうぞ。朝志村井ですけれども、はい、改めまして今後どうされていくのか改めてお伺いします。今後は主人なんですからもうほっといてください。大阪維新、ひらがなの方の国政政党の大阪維新の会の法律政策顧問につくと松井知事を、うん、そういうふうに知事から言われましたけどもね、はい、就任されると法律顧問は、もう今契約書を作ってます。普通に
法律事務所で。だ法律政策顧問ではなくて。いやまあだからそこ含めたって弁護士別にあの政策について何も意見言わないかって言ったら言ってるわけでね。別にあの肩書きは法律政策顧問というか法律顧問というかまあどっちでもでもあの顧問にはあの法律事務所ときちっとあの契約は結びます。明日から。あそれまだあの事務的にあのやってるところなんでわからないですけど。具体的にどのようなことをされていくことなんですか。守秘義務の範囲です。まあまあ、松井代表、松井新代表の方は、まあ、法案作る際のアドバイスもらったりするというふうにおっしゃってましたけど。いや、これはもう、受任者たる弁護士は一切言えません。守秘義務、刑法に反しますんで。それは、あくまで私人という形ですが、それでも、まあ、政界引退ということでなるということでよろしいですか。だからだ、引退じゃないですか。いやあの引き続きねあのご自身が立ち上げた政党に関わっていかれるということで。じゃあ自民党にはあの顧問弁護士いないんですかね。あの人たちみんな政治家なんですか。顧問弁護士は、ま、あくまでその法律上のアドバイスをもらう法律顧問いると思いますけども、それと同じ形なのか違うのかよくわからない。受任する業務については守秘義務の範囲です。弁護士法上、刑法上も皆さんの取材源の一言と同じですから、これは分かってください。確認なんですけども、政治家として関わるのではなく一私人として関わるということです。弁護士として関わります。あとあのこの間あの全体会議の後のですね、あの懇親会であの橋本さんのご発言として、その参院選、この、うん、来年の夏の参院選で自民公明大阪維新で3分の2を目指すというふうにおっしゃったということなんですけど、はいはい、それはあの意図としてはどういうことでしょうか。それは、まあ、僕が言うことじゃないですよ。これもう松井代表の範囲なんで、あの松井代表の範疇ですからね。だから目指していきたい。あれも毎日があれだから、あれもニュアンスをあえてわざとね、大阪維新は与党だって位置づけるためにああいうふうに言ったんで、僕はしたいんじゃなくてそういうふうになるだろうって、そういうところを、勝負になるっていうところは言いましたけどもね。だから一緒に組んでやろうってことじゃないですよ。やっぱり3分の2っていうところで僕は憲法改正絶対必要だと思ってるから、さっき言ったようにあの憲法改正って言えばすぐに朝日新聞、毎日新聞が9条の問題とひっつけて議論してたから今まで。でも僕は憲法っていうのは統治機構の、統治機構を定める根本規範が憲法の一番の役割だと思ってるんでね。もちろん人権保障と一緒にね、で安全保障もそうだけども、でも何でもかんでも全部一緒くたに変えるっていうのは無理だから、今のいろんな内政課題で、この外交安全保障のところは安倍政権の方が一定これ進めてきてるんで、あの賛否両論ありますけどもね。維新はもうちょっと、あの集団的自衛権の範囲はね、射程範囲は狭めるべきじゃないかっていうのが大阪維新の会の考え方ですが、それでも一定ああいう形で安倍政権の方が進めていると。でやっぱり今考えた時にね、待機児童の問題もはじめ沖縄の基地問題もそうだけども、日本の行政機構の意思決定のあり方がもう時代についていけてないと思ってるんで、僕はね。だからその部分についての憲法改正というのは非常に重要だと思ってますから、それは大チャンスじゃないですか。衆議院では3分の2はほぼ確実に、仮に選挙やったとしても3分の2はほぼ確実に取れるだろうなんてことをみんな言われてるんで、そしたらやっぱり参議院のところでね、3分の2っていうところを確保するっていうのは非常に大切なんじゃないでしょうかね。だから憲法改正も自己目的化しちゃいけないと思うんですよ。この憲法改正なんていうのも手段なわけですから、国民がより豊かに安心して暮らせれるようにね、安心安全で自由に暮らせられるような、そしてそれぞれの自治体が活気を持つためにはね、どうしたらいいのかってことを考えたときに憲法っていうものをものすごい使えるわけです。でこういう憲法論って今までなかったと思うんだよね。非常に憲法っていうのはなんか抽象的に、思想書みたいな形で、そこだけをこう論じられてきたりとか、すぐになんかこれ憲法を変えると戦争に巻き込まれるとか、そんな話ですけども、国の行政機構を動かすための根本規範なんで、もっとこの国民が安心して豊かに暮らすことができる、そして国民の意思を行政に反映させることのできる行政の仕組みのあり方、意思決定のあり方はやっぱり僕は今では歪みがあると思うんで、これを憲法改正で正していくべきだと思いますけどもね。でしっかり都市間競争なんかも促すことができる、これも憲法改正で、僕は憲法を変えた、これは同じ都構想と同じ議論だけど、
大阪都構想をやったら経済成長するんですか、関係ありませんって学者はみんなそうやってバカにするわけです。もういろんなレポート見たけど多くの学者はそれ、そんな大阪都構想と経済発展は関係ない、大いに関係あるっていうのはさっき言いました。行政機構の在り方を変えることによって、意思決定の在り方を変えることによって、そのいろんな政策の実行力が変わってくるんで、だから憲法改正と僕は経済成長っていうのも一緒だと思ってますから、だから経済成長ができる、いわゆる、まあ、経済、それはどん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  GDP を増やせばいいってもんじゃないけど、経済を活性化させるためのね、そして地方を活性化させるための憲法改正という形でね、今までにない切り口で僕は憲法改正というものをやっぱり訴えていく、その最大のチャンスがこの夏の参議院選挙だと思いますけどね。具体的に条文をどのように変えるっていうようなイメージっていうのは、いや、それはもう大阪維新の会がいろいろ考えると思いますよ。ただ来年夏の参院選で憲法改正を争点に掲げてそれを目指していくと。いや、3分の2、3分の2になれば国民の皆さんには何も9条がどうのこうのじゃないですよと。もっと日本をね、活力ある社会にするためには今のこの行政の意思決定のあり方をやっぱり変えていきましょうよと、そういうね、手段の憲法改正ってことなんですけど、活力ある日本を生み出すための憲法改正とかね、住民の意思をもっと行政に反映させるための憲法改正、基地問題だって言ってるばっかりじゃ解決しませんよ。やっぱりあれは政府の、そして、自治体の意思決定のあり方がきちっと整理されてないから、いつまでたっても解決できないわけです。そこに橋本さんどういうふうに関わっていかれることなんですか。だから僕は弁護士だって言ってるじゃないですか。弁護士として、法律政策顧問として、だから法律顧問として、僕それは朝日新聞とは、いや別に朝日新聞だけじゃなくてメディアに聞きたいのは、憲法解釈の話をね、まあ、これも法律顧問としてそれは党に求められたら、まあ、そういう意見も出すのか分かんないですけど、あれだけ9条の 憲法解釈について解釈の変更はダメだダメだって大騒ぎしたじゃないですか。あれ論点がよく分かんないんですけど、今回 の最高裁 の憲法解釈の変更ね、だから最高裁の憲法解釈はいいって認めてるわけでしょ。でなんで内閣の憲法解釈がダメだっていうのか、そう理屈ないですよ。本当よくわかんない。なんで裁判所だけの憲法解釈は OK にするわけ。憲法解釈そのものすべてを否定してるわけではない。じゃあだってそこ憲法解釈、じゃあ最高裁 の憲法解釈について誰も批判しないじゃないですか。なんかね、会見あんまり時間がないように。いやいや、それね、やっぱりそこもね、今回 あの婚姻期間 の、ね、あの禁止のやつだって、あれ1995年かそれぐらいには小法廷でみんな5人が全部あれ、別に合憲だって言ってるわけですよ。あの対婚期間6ヶ月間あの待てっていうのはね。でそれがやっぱり20年ぐらい経ってあの憲法解釈が変わって、僕はあれ大賛成ですよ。昔からおかしいなと、6ヶ月もこれ、離婚した後次結婚するまで6ヶ月待つってのはおかしいなと思ってたけども、ずっと最高裁がそれ、別にそういう法律は合憲だ合憲だって言って、今回やっと憲法解釈を変えてこれ違憲判断出したでしょ。憲法解釈変えてるじゃないですか。憲法解釈なんて変えるのは当たり前なんですよ。で変えた後に違憲かどう、そういう解釈がいいのかどうなのか誰が判断するんだって言ったら、今の世の中では最高裁しかないわけじゃないですか。で最高裁も今は統治行為論で憲法9条の解釈についてはそれは最高裁の方で判断できないから内閣の方の判断に委ねますよっていうふうに言ってるのが今の統治機構の話でね、それを同じもう学者ばっかりを繰り返して使って違憲だ違憲だ、それ学者の言うことで違憲だなんて言ったら世の中もぐちゃぐちゃになりますよということもね、また法律顧問として言っていきます最後にしますけども、まあ、先ほど憲法改正の話、全然今の話とかメモ取ってないもんね後で確認します。ごめんなさい、最後にしますけども、先ほどの憲法改正のような考え方ですとか、やはりこれまで積極的に、そして今も発言続けてられますし、周りからすると本当に引退されるのかと、かつ、まあ、いや弁護士で、弁護士でみんなこんな話みんなしてるじゃないですか。いやいや、大阪弁護士会でも言ってますよ。大阪弁護士会で、なんとか委員会にちょっと申し込もうかなと思って。確認ですが、本当に引退されるという。何を引退するんですか。正解、政治家と。政治家も違うじゃないですか、もう明日から。他に質問ございますか。今挙げておられる方が最後でよろしいですかね。それじゃあ
すみません、毎日放送です。はい、ちょっと しつこくあれなんですけども、はい、その憲法改正という言葉が出てきているので、まあ、3分の2を取ることの、まあ、意味が、まあ、夏の参院選であるとおっしゃるんですけども、そこにその具体的にその活動としてですね、その大阪維新の方に携われられるというような予定とか考えというのはない。法律顧問ですからね、それはもう松井代表をはじめも大阪維新の会のやっぱりそれは政治グループがねやっていくことですからね。じゃあ今のところその選挙の前面に立つというようなお考えはないという。いやもう私人の生活ですから、それはもうちょっと、もう自由にさせてもらいます。で、まあ、引退されるばかりなのであれなんですけども、その、まあ、行政機構の意思決定であるとか、まあ、憲法改正はその世の中に必要なものだとおっしゃってるんですけども、うん、まあ、それがまあ叶うのか叶わないのか分かりませんが、今後ですね、その、まあ、仮にですけども、どういうその社会状況になったらですね、またその燃えたぎるようなものが出てきてですね、政治家にとか政治への思いが強くなるというふうに今の段階ではお考えでしょうか。チチンプイプイの番組がなくなったそれからそんなことないですそんなことないです、はい、いやそれはもう詩人の生活なんで、もうそれはもう全く分かりません、でももうしばらくちょっと弁護士でね、ちゃんとやっていきますけどね。あとすいません、ちょっと昔のことでですね、2012年にその日本維新の会を立ち上げられた時に、その政治家の方をその、まあ、その会に入れるのか入れないのかみたいな、ちょっとこうセレクションをされたと思うんですけども、公開討論会みたいな形で、まあ、そこにまあ参加された方とか、まあ、その他の政治家の方は、まあ、あの時がその一番橋本さん勢いあったんじゃないのかと、と同時にまあその反面的に言うと少しこう有頂天になられてたのではないかみたいな、ちょっと批判の声もあるわけですけども、そこはいかがですか。別にそれもあとは評価の第三者の評価ですから ね、まあ、あそこで言ったのはもう公の場で現地を取るっていうね、今まで言ってきたことをやっぱり変えさせないためには現地取らなきゃいけないから公開でやったわけであって、まあ、じゃあそれ自体その特に今思いや別に今の時点での反省というのも別に特に、別にそれはもう第三者の評価 の、まあ、あの評価に委ねるところだと思いますよ。分かりました、ありがとうございます。産経新聞の平田です、はい、法律顧問と法律政策顧問にこの違いってあるんでしょう。すみません、契約内容が法律顧問になっている、契約内容とか契約の時の名前が法律顧問になった、それも言えません。あ、そうです。それ行きがかり上ちょっと教えていただきたいんですけど、違い。それはもういろいろあります。もうそれも契約の中身なので、守秘義務の範囲です。まあでも弁護士さんで政策をおっしゃられることは一般的によくある。それだって大阪市の顧問弁護士だって政策のことについてもいろいろね意見求めることもありますしね。まあ、一般的にそういうことは考えられるですね。あと先ほど、次また住民投票とか大阪都構想の絡みのところでエネルギーある人に次々とやっていっていただきたいということですけど、エネルギーを失われたようには全く見えないんですが、ね、エネルギーが枯渇したようには全く見えないんです。枯渇してますよ、無理してやってるんですから、ね、無理されてるんです。こんなもんこの不正記者クラブ、非正記者クラブのこの追及にもうずっと合わされてたらもうそれエネルギー枯渇しますよ。だからこれからだってみんなやらないじゃないですか、ぶら下がりと。なんであれ求めないの、記者の方、全国は。記者の方の能力もないんでしょ、質問要せんのでしょ。たまになんか違うところから東京からポコってきてろくでもない質問する記者がいるじゃないですか。なんか政治部だとかなんとか名乗ってくだらん質問して蹴散らしてやりますけどもね。だから今日も政治部、東京の政治部の記者いるんだったらなんか質問出てくるのかなと、誰もできないじゃないですか。まだまだメディアの対応というか、蹴散らかすようなことをしたいという感じです。いやいや、もういいです。全然。全然。いや、だから、不正記者クラブ、私正記者クラブ、優秀ですよ。俺は。だから、やっぱり、僕は大阪維新の会のね、今のメンバー全員を褒めるわけじゃないけど、やっぱり、こう、志持ってやってきて、ね、やっぱり能力高いの多いから、できたら全国でね、国政とかやっぱ大阪の中では枠が決まってるから、まあ、近畿なのかどうなのか、大阪維新の会でやっぱり4年5年あ、まあ、8年か経験して、地元でやるんじゃなくてどっか行って、
やってもらいたいなって思いがあるんですよ。だから不正記者クラブ、不正記者クラブをここで、まあ、今度吉村さん来るし、知事とも皆さんいつもやり取りやってるでしょうけど、そういうメンバーがまた全国の自治体って首長を吊るし上げないとね、僕みたいにもうエネルギー枯渇するぐらいまでもうなんでやんないのかね、あれ全国の自治体は。あとちょっと実務上のところで、今後これは法律顧問と紹介させていただく方がいいんですね。紹介っても指示になるどこで紹介してくれるんですか。いや、まあ大阪維新 の記事を書くときには登場することはあるんじゃないですか。関係ないじゃないですか。もう分かります、法律顧問ということで法律政策顧問どっちそれだからどっちがどうなのか僕もよく、まあ、政策という言葉が入ったときにですね、決闘大会のときに初めてこう言葉が出てきましたけど、このときにはこのやっぱり政治ずっと関わっていかれるんだろうなということを。それは弁護士の仕事としてあるわけですよ、アドバイザーみたいな。例えば何でねそうしてるかといったら、僕も今度支持になるから、そうするとそういうふうに言うと他の政治家からも依頼が来るかも分かんないじゃないですか、その程度のもんです。ビジネスでは分かりました、ありがとうございます。他読売清永です。菅官房長官が読売新聞のインタビューで答えられて、秘書のこと一般の政治家と違うと捨て身で仕事をされていると評価されているんですけども、その菅さん自体が、まあ、いずれ戻ってくるんじゃないかとおっしゃられているんですけども、このことについてどう。いやいや、もう菅官房長官にはいろんな面でお世話になりましたしね、変な意味でね、またここで変に取られると大阪維新の会と結託して、大阪府の自民党をほったらかしにしてと思われたらダメなので、ちょっと注意しなきゃいけないですけど、ただ自治体としてやっぱりいろいろとこちらのやっぱり自治体の長はそれは政府に要望することが自治体の長の大きな仕事の一つもあるわけですから、そういう意味ではいろいろこちらの意を汲んでくださった方もたくさんあります。非常に感謝しています。まあでももうとんでもない政治家ですよね、菅官房長官ね、もうとんでもないです。その菅さんが引退してしばらくして復帰するんじゃないのっておっしゃられてるんですか。いや、そこは違うと思います、法律政策顧問というのはやっぱその重要なのかな。政策という言葉が入ったときに、やっぱりその政策立案だとか、そういうところを積極的に関わっていかれるのかなというところで、まあ、政界への関わりは、政治側やめても政界への関わりはつくのかなと、そういう。ただ弁護士としてね、やっぱり知事と市長と国政政党の代表をやったっていう経験があるんで、まあ、さっきビジネスでってシャレで言ったけれども、でもやっぱこの経験は生かしたいなと思ってます。だからやっぱり自治体の長とか役所の方がね、何かこうやっていこうと思った時に、そこにアドバイスをしていくっていうのは、僕らの仕事っていうのもそれは自分の得意領域っていうのをこう出してこうやっていかなきゃいけないので、僕ができる領域っていうのはそこなのかなと思うんですけどもね、それは通常の弁護士のように、法規のリーガルチェックだけじゃなくてね、政党運営もそうだし行政運営もそうだし役所の運営全般にわたってもいろいろアドバイスできる、通常の一般企業の顧問というのも経営顧問というのをやりますけども、そういう意味なんですけどね。だから行政運営とか政党運営とかそういうことに関しても、まあ、言って経験をもとにしたアドバイスができるのは日本の中でも僕ぐらいしかいないのかなというのは思ってますけどね、まあ、そこの肩書きとして法律政策顧問っていうふうに、まあ、言ってて、いやさっきからの質問がその政界引退なのかとか、だから政治にかかっていくのかみたいな話になったからちょっとあやふやにしてましたけども、まあ純粋に行政運営とか政党運営とか、まあ、ありとあらゆること今まで知事と市長と国政政党の代表の経験をもとにしたアドバイス全般は依頼があればやっていきますよ。それは今のそのお仕事の中身を聞いてると、従来の法律顧問という言葉よりは法律政策顧問というのがよく言い表しているのかなという。まあでも新しいそういう弁護士の領域には挑戦してみたいです。そういう弁護士も増えてこないといけないと思うんで。
こういう質問がたくさん出るのは弁護士にとどまらずですね、やはりその政治家として復帰してもらいたいという声がいろんなところで聞こえてきます。ないですって。ただまあこれはその8年間の活動をですね、そうやって高く評価されている方がたくさんいらっしゃると。無駄な8年だったって言ってる人もいますからね。そういう方もいらっしゃいますけれども、あの一方でその高い評価をされることが、それありがたいですね。本当にそういうふうに言ってくださるっていうのはものすごいありがたいので、またそこは何て言うんですか、言い方気をつけないとあれなんですけど、でも自分の経験はこれはやっぱり最大限、またこの弁護士になった時にもね、最大限それはやっぱり活用したいですよ。それはまだ46だしもったいないんでね、そこにエンジェルビーをたくさん使って、うん、まあだからそれはまたちょっと私人の生活の中でどうするか考えます。朝日新聞の前です、はい、有権者へのメッセージの伝え方どのように工夫されてたのかなという話なんですが、まあ、ぶら下がりの話もありましたが、まあ、演説でパネル使われたりですね、うん、必ず中継を入れられたりとか、うん、まあ、今までのちょっと政治家の方と違うような形だと思うんですが、そうですね、だから僕は繰り返し言ってますけども、民主主義で絶対に必要なのはメディアなんですよ。でそれはまずは権力チェック、今日本社会のやっぱりこのメディアの、日本のメディアの力っていうのはものすごい力あると思いますんでね。でやっぱりそれこそ首相をひっくり返すこともできるし、僕ぐらいの政党代表であれば簡単に首すげ替えることもできるっていうのは日本のメディアの力だし、これは僕が今度この立場を離れて一国民になった時には、そのメディアの力っていうのは非常にこれは頼りになる力だと思ってますよ。で、まあ、そういう意味で権力チェックと、でもう一つやっぱり僕がずっと訴え続けてきたのは、やっぱりこれ有権者の代表、まあ、有権者とのつなぎ役っていうかね、情報のやっぱりつなぎ役っていうのは僕はメディアのもう一つの役割だと思ってて、これ読売新聞はじめ他の新聞社もずっと言ってたね、その世論調査をやって大阪都構想についても説明不足だっていう、あの回答はあれ僕の責任でもあるけどもメディアの責任でもあると僕は思ってるんで、それ説明するのはメディアの責任じゃないかと。500人や600人ぐらいの村だったらね、政治家が個別に説明できるけども、260万人 の市民に、200万人の有権者に一人一人に説明できるわけないんですから、まあ、それでもやりましたよ、やれるところまで。39回の住民説明会、あれだって1日3回1回2時間のやつを13日間ぶっ続けでやっても、トータルで3万5千人か4万人ぐらいですよ、直接語ることができたのは。まあ、そういう意味でね、やっぱりこの政治と、有権者と政治をこうつなぐのがメディアだから、まあ、いかに、そういうところをメディアを通じて有権者にそのメッセージを届けるかっていうのは、やっぱりそこを考えるのは大事だと思いますよ。もう一番重要なことだと思います。で例えば知事になった時もね、組合交渉なんかも全部オープンにしなかったわけですよ。でも全部見てもらおうと、とにかく見てもらおう、であとは編集の自由があるからどう報じられるのかもうそれ自由だけれども、で変な報じ方したらまた僕は言論の自由で文句言えばいいんでね、でだからそれは全部フルオープンでやっていこうということを、まあ、徹底して心がけてきたつもりですけどもね。だからぶら下がりでも1日2回受けるし、質問がなくなるまで受けるし、記者会見だったら基本的には誰が来てもいいっていうになっ、皆さんの同意があれば誰でも来てもいいっていうことにもしたと思うし、とにかく質問がなくなるまではとにかく答え続けようと。でもやっぱり基本はフルオープンだと、フルオープンってものを基本にしてましたけどね。そしたら、まあ、今日も取材に来てますけども、ある雑誌かなんかのジャーナリストがね、橋本はそのテレビを重視しててね、その雑誌、その紙メディアを重視してないって言うんですけど、とんでもないですよ。僕はこれはメディアのおごりだと思うんですけど、なんで僕がその記者から申し入れがあったらその記者の取材に全部個別に応じなきゃいけないんですか。これははっきり言って、これ、力のある、その有権者にメッセージを届けるわけですから、言ったら力のあるメディアに対して応じないと意味ないじゃないですか。こんなもんどっかのフリーのジャーナリストかなんか知りませんけども、それがちょこちょこっと書いた雑誌が誰に読まれてるか分かんないようなね、そんな記事しか書けないような人の取材に1時間も2時間も取られるぐらいだったら、僕はきちっと紙媒体であっても、これは申し訳ないけども、やっぱり全員に応じるわけにはいかないから、五大師だったり何だったりとか、そういうところに関してはきちっと応じてきたつもりだし、記者会見では
個別には取材を応じられなくても記者会見に来て質問してくださいよとかいうことはね、僕はもう常に言ってきたつもりです。やっぱりさ、メディアだってさ、記者だからって言って市長や知事に申し込めば必ずね、取材を受け、取材を応じてもらえるなんて、これはねちょっとおごりすぎだと思いますけどもね。それはやっぱり朝日新聞の取材に応じるのとフリーのジャーナリストの取材に応じるのは全然違うわけですから、それは見解を合わないことがあったりとか、それはいろいろあるかもわからないけど、有権者に伝える力としては、それは朝日や毎日や読売や日経や産経だって、やっぱりそういうところにきちっと応じていくと。でそれを個別のジャーナリストの取材に一個一個全部応じてるなんて、そんな僕は暇じゃないのでね。だから基本的にはやっぱりきちっと有権者に伝えてくれる、それだけの力のあるそのメディアにはできる限り対応してきたつもりなんですけどね。ただそこに限らず、この記者会見の場とかぶら下がりの場はいつでも取材に来てもらったらいいですよって言ってるのにね、ちょっと勘違いしたそういう記者とかは個別取材に応じてくれないからってブツブツ文句言うわけですよ。でそんな記者の個別取材に応じても何の影響力もないのに、それだったらテレビの前できちんとやりましょうよと。でしかもその記者というものが大阪府政やその財政の問題について何にも知識がなくて、嘘800のことを書いているような記者だったからね、それだったらみんなテレビとかみんなフルオープンでやりましょうよと言ったのに、それに応じないからといって、なんか記者を紙媒体を軽視してるなんて言ってる記者がいましたけど、とんでもありません。僕は紙媒体であろうがテレビメディアであろうが、やっぱり皆さんを有権者の代表だというふうに僕は思ってるんで、ただそれだけ有権者にきちっと伝えられるだけの力のないね、そういう記者は、それは記者って肩書きがついてても260万人の市民一人一人と同じ扱いで、一人一人に対して取材なんか応じてられませんよというようなことで、やっぱり僕はメディアを通じてきちっとメッセージを届けていく、もうそれしか政治家としてやりようがないですからね。あとは地道に普通の政治活動として街頭演説だったりタウンミーティングだったり、これは僕は今までの政治家にないぐらいの回数を僕がやってきた、そういう自信はあります。パネルを使ってあんな2時間の街頭演説、しかも雪の降る真冬の寒い中にパネル使って2時間も街頭演説やってる政治家なんて、あんまりいないんじゃないですかね。フリーの方はフリーの方で役割があるので、まあ、あれですけども、首長と、そんなところで肩持たなくていいじゃないですか。いやいや本当に持ってますね。でもそれ肩、いや役割があったとしてもトップが全部応じられますかって言うんです。そんなの市役所の仕事を僕はこれトップマネジメントだって、ほんならフリーの記者がどっかの大企業の社長のところに行ってフラッと行って取材応じてください、応じてくれなかったらなんだこんな軽視してなんて、そんなことありえないじゃないですか。最後にします。政治家首長はよく権力の甘い蜜があって辞められないというふうなことをおっしゃる方もおられるんですが、甘い蜜なんかあるんだって教えてくださいよ。もう8年間味はいかがでしたなかなか面白い質問ですね。いや味はないけど、まあでもじゃあやってね、しんどいことばっかりで、家族も犠牲にしてしんどいことばっかりで、そんな何のためにやってんだっていうふうにこうなると思いますけども、でも自分の思いをねやっぱり実行できるっていうのは、それは甘いとかなんとかっていうことじゃないけれども、でもそこに38歳から46歳までのこの期間、自分の人生の中の、まあ、ある意味一番エネルギーある時ですよ。これをある意味そこの38歳から46歳までの自分にとっては一番エネルギーがあって、もう今だいぶ疲れちゃいましたけども、まあ、それでも一番エネルギーある時に本当に全力を投球するにはやりがいのあるそういう仕事だったなというふうには、まあ、思いますけどもね。それが金銭的にとかなんかっていうのはもうそれは全くないけれども、でも別にコメンテーターとか、それをさっきはいい加減なコメンテーターは批判しますけど、それはそれで一定の役割ありますからね。権力チェックとか意見を言うっていうのは一定の役割あるんだけども、でも言うだけじゃなくてやっぱりそれが実行できるっていうのは本当に全力を投じるだけの価値のある仕事だなというふうに、まあ、思いました。恐れ入ります。
あの変な役割の あデイリースポーツです、どうも、ありがとうございました。それさ、それ最後になんかやるっていうのがなんかお決まりになってるんですか？なんかよくわからない、自分ではあの絶対狙ってるでしょ。だって全然手を挙げないじゃないですか、最初の頃。あ、そうですか、はい、すいません、あの、はい、最後時間迫ってますけ どあの、はい、泣かれる時間作らなくて大丈夫ですか？いいですもん。いいですか、ええ、今のところ感動的なシーンがゼロですけど、ゼロです。このままってももうこうやって文句ばっかり言って終わっていこうがいいでしょう。そうですか、ええ、あ、終わりました。ですいません、あの細かい確認で、あのさっきの法律政策顧問ですけど、ええ、投石はないないです。ないですか、はい、もうあの外部という位置づけで。そうです、投石はもうあの持ちません。あ、なるほど。あとすいません、あの多分タレント活動に関しては刑法には触れないと思うんで教えていただきたいんですけど、年末年始はもう明日以降また収録とかは予定入ってらっしゃるんですか？これ本当に、いや皆さんそうおっしゃってもらいますけどもね、まあ、さっきちょっと僕の方からチチンプイプの方なんか出ませんとは言いましたが、逆でこれはあのもう立場が指示になると局の方からのオファーを待つ側になるわけですよ、はいはいはい、来ません。これは、それはやっぱり僕は出せないですよ。局 あのトップの判断を大体見てもさ、オファーかけれない対象ですよ。え、あのフルスだってもうこんなの、それはもうあんだけ、やり合ってこうやってたらね、腹立ってると思いますよ。あのフルス あの日本テレビさんの行列のできる法律相談所とか、あの読売テレビさんの番組とかからもお声は年末年始ないですか？そこはやっぱりね、最初に出させてもらったっていう経緯があるんで、もともとその番組のそういう経緯もあるんで、そこはちょっと調整はしてくださいと言ってますけどもね。いや、それは分かんないです。まだ向こう、先方サイドの方がそのまま引き続いてっていうかどうかは分かんないですよ。今のこういう状況の中では絶対それはね、そんなもん、もう一指示なんだから、でも一時呼ぶかってなってると思います。いや、なんかギャラを釣り上げすぎてるって話ありますけど大丈夫ですか？僕はそれ本当知りません、それはもう、あとちょっと興味一つお伺いするんですが、これだけ政界で大暴れされてですね、これまでちょっと罠にはめられそうになったとかですね、あれは危なかったなとかいう経験はやっぱり多かったんですかね？ドラマなんかでありますけど、あったとしてもここで喋ったらそれはもう価値ある話なので喋りません。ぜひ有料メルマガ登録してください。それかテレビの方でお話しされる橋本政治塾みたいな形で、週に1回か月に1回ぐらいちゃんとツイッターで直接討論できるような、そんなこともやろうかなと。あ、そうですか。すると、あったということでいいんですか？いっぱいありますよ。あ、ですか。いっぱいあります。あれはもうね、面白い、あ、まあ面白いって言っても自分が面白いと思ってるだけで世間に面白いと思ってもらえるかどうか分かりませんので、誰かライターってやってもらえないですか？あ、私の筆では、朝日新聞さんに。それは、誰か本当ね、それはもう誰か本当アルバイトでやってくれないかなと思ってね。こんだけだって僕が喋ってることを不正記者クラブ、不正記者クラブみんな分かってるんで、いや、だから面白いと思ってくれるかどうかも判断してもらいたいんですよ。で、いや、僕が面白いと思っててもしょうもないなと思うかも分からないし、山ほどあるんで。その筒持たせ的な話もあって、筒持たせ的な話、あ、それはない、それない、あ、そこはもう予防線張られてたんですね。あ、そういうのはだって面白くないもん。あ、そうなんですか、うん、あ、その他のもっとその政治の話とかなんとかでね、いや、だからもうそれを普通は墓場まで持っていくとか言いますけど、僕はもう墓場まで持っていきませんから。もういろんなところで必要なところはもう本当にこれが政治の世界ですよっていうところは知ってもらいたいところもあるんで、誰かもし不正記者クラブや指定記者クラブやその他のフリージャーナリストでもいいんで、ライターになってくれるとアルバイトしてもらいたいなと思いますからね。わかりました。あ、すいません、最後にいつも市役所の皆さんと警護の皆さんにですね、本当に時間引っ張り回してご迷惑かけまして、どうも市長以上にもうお疲れ様でした、どうもありがとうございました。自分だけいい人になっちゃう。まあ、コンサートホールができなかったっていうコンサートホール大阪は、はいはいはい、これいろいろ検討はしてたんですけどもね、ただポンと行政が一つ立てるっていうやり方ではない形で、
また次吉村新首相が考えてくれるとは思うんですけどもね、これだけあの外国人観光客も増えてきて、あの徐々にこのエンターテインメントっていうものの需要が多くなってきた大阪ですから、まあ、ただこれ行政がやるっていうのは、ちょっといろいろ課題があるのかなっていうのは思います。あの土地の提供とかそういうところは積極的にやっていきますので、また新首相がいろいろ考えてくれると思いますけどもね。あと、まあ引退仲間というか、まあ先に引退された新介さんに連絡されて、なんか引退後の生活にアドバイスもらったりとかはしてないですか？まあやっぱりあのきちっとまた連絡はさせてもらって、いろんなこれまでの振り返りとかそういうところもいろいろまたさせてもらいたいなと思いますね。いやもう本当にこれでもう明日から本当に僕はあれですよ、もう今日の12時でこれであれなんで、まず一人でコンビニ行くっていうのをね、まず第一目標にして、ツイッターで報告しますよ、20… あんまり言ったらダメなのかな、一人コンビニをねちょっとして、いろいろやりたいことがあって、で朝からちょっとね公園を回ろうかな、あんまりこれ言ったらダメなのか、まあ、もう安全だから大丈夫だと思うんですけど、別に何か狙われるとかそういうのないと思うんですけど、いろいろ今やりたいこともいろいろあるんです。自分探しの旅も、それもね、あんまり自分探しというとあれだけど、ちょっといろいろ考えます、メディアと の奥田さんとの関係もね振り返りながら、最後ボイスでもいろいろやってくれたみたいで、皆さんのこともいろいろ考えながらちょっとまた、まとまる、これで、変な質問でしたね最後ね、いいですいいです。では2枚終わらせていただきます。どうも師匠ありがとうございました。本当に皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。